ではここに二つのベンチがあります、えー、この七つの丘のイマジネーションゲームをし始めたのは数年前ですね、えー、今年に入ってからじゃあベンチは誰か座ってるんじゃないかと想像し始めたんですねじゃあ僕のために励ましてくれるような インスピレーションを与えてくれるような人物を選択してここにずっと座ってもらうようにしようとそして私はここに来たらその人物は隣に座っているように想像しそれから心の中でまあ会話を交わすという風うにやり始めたんですね じゃあここは誰の誰のベンチなのでしょうか世界的に有名な政治家です政治家としてある国の大統領になりましたしかし大統領になるまでのプロセスは大変厳しかったよくやりましたその人物とはネルソン・マンデラです ここに座っていらっしゃるのはこの方もなかなか有名な方で世界的にベストセラーいいっぱい出し,てますしかし若い頃に結構いろんなトラブルに巻き込まれまして、えー、まあ非行する若者だったんですよね。 今66歳ぐらいになってまして生活する場所はブラジルですしかし彼の本はえもう30いや60カ国語ぐらいですかねに翻訳されまして多分ライターとして世界のトップ10の一人ですご存知でしょうねヒントはブラジルでしたね さて次の人物は皆さんは初耳だと思います。えー、もう亡くなりましたけれども名前はエメット・フォックスエメッット・フォックスはクリスチャンの哲学者だったんですね。と同時に自己啓発的な本をいっぱい書いたんですね。えー、彼の いわゆる自己啓発の根本は聖書だったんですけれども神学者としての聖書ではなくてただ単信者としての聖書でもないわけですね。彼曰く特に「新約聖書」の中にいくつかのキーワードがあるそういったキーワードの本当の意味がわからなければ いいくらら読んでもわからないつまり彼がその福音書をある種科学的に見た人間として注目すべきだなと思いますね。人間のドラマについてもうそれこそピンからリまでへの幅の広い ストーリーを物語ったのは多分世界一だったねこの人物はもう彼の話を読みますとまたは彼の話に基づいて劇になったり映画になったりするその作品に大変現代人にとって素晴らしいメッセージ性がありますもうお分かりでしょう ここに座っていらっしゃるのはウィリアムシェイクスピアです、えー。ここに座っていらっしゃるのはなんかふんどしの姿で、体はガリガリで、えー、確かに前の歯は、えー、抜けてましてですね。このこの <laughs> なんか。 なんかこのおっちゃんは誰だろうと多分ご存知のない人は彼の写真を見たらどっかの放浪者ではないかとか論ン,ンじゃないかとか思ったりするかもしれないけれども、えー、もともと優れた弁護士だったこの人そしてやっぱり、えー、困った人たちのために弁護士業をやりながら 今度は自分の国の英雄になっていくわけなんですね。その人はガンジーという人ですねこの人物は役者でそして執筆家でそして、えー、有名な劇場での俳優でたくさんの映画の中に出演したディレクターにもなっている。もうトータル的に アーティストとしてやったことのあるケネス・ブラナーという人物ですね大英帝国の絶好調の人物はたくさんいる中で私はこの人を一番好きなんですねなぜならば私は二十歳の頃にアフリカを縦断しました その旅の最中にまあいろんなことが当然あった中で、えー、ある人の話に出会うんですね。ナイル川の上流はどこからスタートするのかという探検の話があります。実際にナイルの上流の源を見つけたのは2人の人物で。 ジョン・スピークがその一人なんですが本当はその探検隊のリーダーだった人は一番大切な役割を果たしたんですね。彼の名前はリチャーード・バートンですご存知のない方が多いかなと思うんですがなんと、えー、皆さんの中で毎日いただいているキリンビールがありますね。そのキリンビールを 作りり出した人でもあり日本の大手の企業である三菱の創立にも深い関わりがあり日本の一番最初の総理大臣の友達であったり最初の鉄道を日本に紹介したこともある誰でしょうか。ここに座っているのは 今となって一番世界の、まあ、映画の世界で多分一番注目されているなぜならば、えー、彼の最近の映画は新記録を尽くしました世界一売れている映画の監督ですから皆さんご存知ですよね